こんにちは。パネルクイズアタック25司会の片脇よしです。問題を差し上げます。相馬ひろみです。今日もアメリカ旅行を目指していただきましょう。さあ今日もなかなか優秀な皆さんが揃っているようですが、早速始めましょう。相馬さんよろしく。薄切りの肉に小麦粉と卵をつけて油で焼いたイタリア。赤の方。その通り。はい、結構です。まさにその通り。13番に赤が点灯いたしました。こういう形ですが、この問題です。どうぞ。感情を平等に払うことを。赤の方。その通り。お見事、正解です。赤の方。さあ何番。7番。いやー、そこに入ってしまったのか。問題どうぞ。色は赤。赤の方。その通り。はい、結構です。まさにその通り。赤の方。さあ何番。1番。1番に赤が点灯いたしました。見事角をものにされましたが、では次の問題です。どうぞ。ゴールドラッシュの時代に大きく発展したカリフォルニア州の州都。赤の方。その通り。お見事、正解です。赤の方。さあ何番。2番。2番に赤が止まります。こういう形ですが、さあ参りましょう。相馬さんよろしく。晩秋から初冬にかけて咲くお茶の花の色。赤の方。その通り。よくご存じでした。赤の方。さあ何番。3番。3番に赤が止まります。参ります。この問題どうぞ。芭蕉の俳句、空吹き落とせ大井川と、振り残してや光堂に。赤の方。その通り。お見事、正解です。赤の方。さあ何番。4番。いやー、そこに入ってしまったのか。さあ参りましょう。相馬さんよろしく。ヒロインの名前がヴェルディの歌劇ではヴィオレッタ。赤の方。その通り。はい、結構です。まさにその通り。赤の方。さあ何番。5番。5番に赤が止まります。見事角をものにされましたが、参ります。問題です。どうぞ。東海道53次で海上七里の私と言われたのは桑名とどこの宿場を。赤の方。その通り。お見事、正解です。赤の方。さあ何番。10番。10番に赤が点灯いたしました。はい、そういうことです。この問題です。どうぞ。爆弾を仕掛けられたバスから乗客を。赤の方。その通り。はい、結構です。まさにその通り。赤の方。さあ何番。15番。15番に赤が点灯いたしました。参ります。問題です。どうぞ。石川啄木の歌集は2つあります。かな。
赤の方。その通り。よくご存じでした。赤の方。さあ、何番。20番。そこを取ったか。では、次の問題です。どうぞ。シューマンの有名なピアノ曲集といえば、子供の情景。では、ドビュッシーの作。赤の方。その通り。はい、結構です。まさにその通り。赤の方。さあ、何番。25番。25番に赤が止まります。見事角をものにされましたが。さあ、他の方頑張る次の問題です。その著書、戦争と平和と法の中で、赤の方。その通り。お見事、正解です。赤の方。さあ、何番。24番。24番に赤が点灯いたしました。さあ、どういうことになるんでしょうか。赤の方。目下のところ好調ですが、さあ問題です。1953年5月29日、ある国の登山隊が世界の最高峰エベレストの初登頂。赤の方。その通り。はい、結構です。まさにその通り。赤の方。さあ、何番。23番。23番に赤が止まります。リードを広げましたが、このまま行くのか。次の問題、どうぞ。テレキャスター、エクスプローラ、レスポールなどの種類がある楽器は何だ。緑の方。その通り。他の方も押されたんですが、一瞬早かった。緑の方。さあ、何番。8番に緑が止まります。こういう形ですが、さあ参りましょう。相馬さん、よろしく。次の文章が正しいか間違っているか、本当か嘘でお答えください。オーストラリアとニュージーランドの国旗はよく似ていますが、星の数が多いのはニュージーランド。赤の方。その通り。よくご存じでした。赤の方。さあ、何番。12番。12番。いった。8番の緑が赤に変わります。さあ、他の方頑張る次の問題です。アン・キヨムラとのペアで日本人。赤の方。その通り。お見事、正解です。赤の方。さあ、何番。22番。おや、そこに入られましたか。赤の方。目下のところ好調ですが、さあ問題です。次の文章が正しいか間違っているか、丸か×でお答えください。水溶液にリトマス紙をつけた場合、青色リトマス紙が赤色に変化するのは水溶液が酸性。赤の方。その通り。よくご存じでした。赤の方。さあ、何番。21番。21番に赤が止まります。さあ、角に入られたわけですが、リードを広げましたが、このまま行くのか。次の問題、どうぞ。紀元前9世紀の末、フェニキア人がアフリカ北部のチュニス郊外に。赤の方。その通り。はい、結構です。まさにその通り。赤の方。さあ、何番。6番。6番に赤が点灯いたしました。こういう形ですが、さあ他の方頑張る次の問題です。昔から高級なタンスや下駄の材料と。
赤の方。その通り。よくご存じでした。赤の方。さあ何番。11番に赤が止まります。残るパネルが6枚ということは、あと1問でアタックチャンスに入る可能性が十分にあります。慎重に参りましょう。問題どうぞ。ノーベル平和賞の第1回受賞者は2人です。1人はフレデリック。赤の方。その通り。お見事、正解です。赤の方。さあ何番。16番に赤が点灯いたしました。さあどういうことになるんでしょうか。こういう形で鐘の音が聞こえてまいりました。さあここで大事なアタックチャンスですが、このアタックチャンス遺憾によって勝利の道がぐっと近づくわけです。それでは参ります。アタックチャンス。山の上に立つ人の影が霧や雲に拡大されて映る現象をドイツ。赤の方。その通り。見事にアタックチャンスをものにされましたが、どういう作戦で来るのか。まずは何番。17番に赤が点灯いたしました。そしてアタックチャンスの狙い目は何番。13番。なるほど、そういう作戦できたか。さあアタックチャンス後の問題は大切です。参りましょう。相馬さんよろしく。手塚治虫のアニメジャングル大帝がアメリカのテレビで放映。赤の方。結構。はい、結構です。まさにその通り。赤の方。さあ何番。9番に赤が止まります。はい、そういうことです。これからが勝負の分かれ目です。残るパネルは4枚。大事な問題です。行ってみましょう。昔から矢車草の花の色に似た青が一番美しいと言われている9月の誕生石は何でしょう。青の方。その通り。他の方も押されたんですが一瞬早かった。青の方。さあ何番。13番に青が点灯いたしました。参ります。この問題です。どうぞ。カード式パチンコの機種名に赤の方。その通り。よくご存じでした。赤の方。さあ何番。18番飛び込んだ。13番の青赤に変わった。さあどういうことになるんでしょうか。赤の方。目下のところ好調ですが、さあ問題です。美人の誉れ高い小野の小町にプロポーズするため。赤の方。その通り。はい、結構です。まさにその通り。赤の方。さあ何番。14番に赤が点灯いたしました。さあご覧いただきましょう。残るパネルが1枚。さあパーフェクトなるのか。問題です。どうぞ。皮袋に数本の管をつけ。赤の方。その通り。お見事、正解です。赤の方。ラストコール。19番に赤が止まります。ボード上をご覧ください。お見事、パーフェクト達成です。赤のアメリカ旅行挑戦権獲得、おめでとうございます。お見事。
せっかく優勝されたのですから、アメリカ旅行にいらしていただきたいと思います。はい。今日はある国の名前をお当ていただきます。このパネルの取り方は文句ないでしょう。アメリカ旅行獲得なるでしょうか。ある国の名前 VTR スタート。その国とは？その通り。はい、おめでとうございました。おめでとうございました。ここで皆さんと一緒に確認してみたいと思います。アメリカ旅行いらしていただきます。おめでとうございます。おめでとうございます。アメリカ旅行を獲得したことをお伝えして、それではさようなら。2025